ご視聴ありがとうございます。旅する君の男子バオシンです。この旅行動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。紅葉満喫編第2話お届けしたいと思います。現在地は富山県魚津市。僕の YouTube チャンネルの方では約1年と半年ぶりに足を運んだことになります。ここに看板が見えますが、魚津市は埋没林と蜃気楼が有名な街です。今回はですね、この魚津市でちょっとしたご縁があって一泊させていただくビジネスホテルご紹介したいと思っています。一泊素泊まり4700円で今回初めて利用させていただくことになりました。詳しいことはこれから改札を抜けてホテルに着きましたらチェックインをして、それからいろいろとお部屋の中見ていただいて、魚津市に来たら泊まってみようかなという、そんなホテルレビューにしたいなと思っていますので、どうぞ最後までご覧ください。それではだいぶ真っ暗になってますけれども、魚津の街を歩いてホテルに向かいたいと思います。ありがとうございました。懐かしいですね。うまい水、何を言っているんだと思われたかもしれませんが、1年半分にこの石碑を見て、懐かしさ半分、興奮半分、楽しい気分を味わってます。これを見ていただきたいんですけども、遠くの方に立山連峰あるんですけども、この立山連峰の湧き水が流れてるんです。これを見たら、また来ることができたんだなっていう気持ちになれました。今回一晩お世話になるお宿は確かこの方角にあるんですよ。実を言うと今回の紅葉満喫編においては事前に撮影をしても良いでしょうかっていうことで、他にも2つ宿泊施設の問い合わせをしたんですけれども難しいということで遠慮させていただいた経緯があるんです。でも今回魚津市で一泊させていただくことになったホテルがスカイホテル魚津アネックスさんというんですけれども、ご快諾をいただきまして、それでまあ YouTube の方で驚きの1万円以下つつ裏裏のお得なお宿大集合という再生リストを新たに作ったんですけれども、新しい仲間として制作できましてホッとしているようなところもありますね。そしてスカイホテルさんには本当に撮影をご快諾いただいたことに関して感謝でいっぱいです。おそらくなんですけども、この方角で間違いないと思うんです。あとは問題なくたどり着けるかどうかというところなんですが、というわけで、魚津駅を出発しておよそ10分程度でしょうか。こちらが今回一晩お世話になるスカイホテル魚津アネックスさんです。ご覧の通り、随分暗くなってます。早速チェックインをして、今回一晩使わせていただくお部屋、じっくり見てみたいと思います。それでは早速チェックインしましょう。はい。チェックイン無事に終わって、これからお部屋に向かいます。一つフロアを間違えました。こちらが今回一泊させていただくお部屋です。早速入ってみましょう。これは良きですね。ここが今回一泊するお部屋なんですけれども、結構広いです。そうだ、室内を見て回る前に2点ほど補足をさせてください。先ほどチェックインをした時に、実は全国旅行支援2022年10月の11日から旅行に関する公的な補助といったんでしょうか、始まりまして、情報は得ていたんですけれども、まさかのこのスカイホテル、魚津アネックスさんでも、そのサービスが受けられることになって、当初4700円だったんですが、2820円に値下げしていただきました。いや、本当ありがたい。なおかつ、お食事などにも使えるクーポンも、1000円分いただきました。ありがたいことですね、本当に。旅行支援に関することがまず一つと、もう一つ、前回の動画で長野から南小谷までリゾートビューふるさとという観
観光列車で鉄道旅行をしたんですけれども、そこから先のルート皆さんにはまだお話ししてないと思います。乗車賃いくら経費がかかったのかも含めてお話をちょっとさせてください。南小谷に到着しましたら、今度は糸魚川まで各駅停車乗ったんですけれども、ご存知かもしれませんが、南小谷から糸魚川までは JR 西日本の管轄なんです。ちょっと不思議な感覚があると思うんですけれども、いわゆる飛び地の路線なんですね。で、まあ東京も含めてお話をします。東京から長野までは5170円です。そして長野から糸魚川までは3080円です。で、現在地の魚津までは越後ときめき鉄道の日本海翡翠ライン、途中の泊駅で愛の風富山鉄道さんに乗り換えて魚津まで来て、糸魚川から魚津までは1220円でした。すんないと計算ができないので、ちゃんと計算してもテロップ出しておきます。長話になりました。ホテルさんからの了解はもう得てますので、今から早速お部屋の中見て回りたいと思います。それではだいぶ恒例となってきました、ホテルのお部屋紹介始めていきたいと思います。で、まず最初に見えたのはこれですね。ハンガーです。ハンガーの数が 1,2,3 本、そしてここにはブラシがついています。ちょっとずらしますと、ここに衣類用だと思いますが、除菌消臭ミスト備え付けてありますね。で、下の方に僕は使うことはないんですけれども、靴べらがあります。靴べらの脇、これが室内用の使い捨てのスリッパありました。そしてなぜかこんなところに珍しい青竹踏み足つぼマッサージがありました。そして本当にゆったりとした広さがあります。これは嬉しい限り。これが机、あちらにポットと、お願いということで部屋の設定温度節電節水ご協力くださいとあります。室内にある鏡はこれだけのようですね。僕は着物を着ますので、とりあえずこのサイズの鏡があれば着替えには支障はないかなと思われます。で、ここに Wi-Fi に関する案内がありますね。テレビやチャンネルの案内がここにあります。そしてリモコンがあります。壁際の方にテレビがついています。テレビの下に冷蔵庫がついています。冷蔵庫の隣扉がついてます。ちょっと開けます。ここにコップと緑茶のティーバッグと、一番下の方にドライヤーが入ってます。ちょっとびっくりするんですけど、床についてしまうぐらい大きなカーテンがついています。これはいいな。そしてその手前にテーブルと、もう一つ椅子がついています。ベッドはこんな感じですね。枕元の方はこんな感じになってまして、これは枕が2つあるのかな。枕が2つ、それからここにはルームライトとアラームを設定するボタンが3つと、ナイトランプ、ナイトランプは多分これのことだと思うんですが、このボタンがここについています。フロントへの連絡をする際の電話機はここにありますね。多分使うことはないと思います。そしてホテルさんの方であらかじめ設定をされたんでしょうか。暖房が設定されてます。動いてはなさそうですね。上の方にエアコンがあります。動かしてみましょう。これでエアコンがつきました。それでは一通り室内の方は見て回りましたので、ユニットバスだと思うんですけれども、開けてみようと思います。今電気をつけました。では早速ユニットバスの方も見ていこうと思います。室内こんな感じですね。入って左側、タオルとバスタオルが用意されてます。下の方にトイレットペーパーが2つですね。便器がありまして、奥の方行ってみましょう。これがボディタオル、これがエアブラシ、中身が見えにくいですがヒゲ剃りです。歯ブラシもあります。万が一のことを考えて持ち歩いているんですけれども、今回も出番なさそうですね。これは何でしょうか。多分うがいをするためのコップですね。うがいをするためのコップがここにあります。鏡も割と大きいですね。照明があってだいぶ見やすいです。で、ここがユニットバスの洗面台なんですけれども、標準的な設備だと思います。自動でお湯の温度を設定するという機能ではなく、マニュアルで調節するような仕組みになっていると思います。そしてここにボディーソープとシャンプーとコンディショナーがあります。3つありますから、体を洗うのに全く問題はないと思います。シャワーヘッドは1機です。シャワーヘッドのお湯の水はここから出すということで当たり前だと思うんですけども、こちらもおそらく温度調節はマニュアルでするような形になっていると思われます。で、湯船のヘリに足拭きタオルがありまして、カーテンレールですね、このように暖色系のカーテンがかかっていまして、水が飛ばないように湯船のちょっと下のところまで十分な長さは確保してあるようです。ユニットバスの室内はこんな感じになってます。
最後に急な洗濯が発生した時のために洗濯機のある6階を見て回ろうと思います。見えるでしょうか。洗濯機は6階にあるということなので見ていきましょう。ここが洗濯室ですね。今回使うことはないんですけれども、お見せしたいと思うんで開けてみます。洗濯室こんな感じになってます。そんなに広くはないです。あちらにハンガーとカゴが 1,2,3,4,5 5つありまして、でここには洗濯物を干すものがあります。名前がすんなり出てこなくてごめんなさい。こちらを見ますと洗濯機が2台用意してあります。先ほどちらっと扉の方に記載があったかもしれませんが、洗濯機の利用できる時間には制限があるようです。朝の10時から夜の10時まで、ちょうど12時間です。それ以外の時間は利用できないようです。あとこれも大事かもしれません。常識といえば常識なんですけども、この洗濯室内では喫煙はご遠慮ください。洗濯終了後の30分以上の放置は遠慮してください。使用中は必ずドアを閉めてくださいということです。宿泊利用する場合はそのあたりを気をつけた方がいいのかもしれません。ここに洗剤もあります。というわけで洗濯室のご紹介でした。ぜひ参考にしてください。それでは僕の気づく範囲内でスカイホテルウォーズアネックスさんのお部屋の中と洗濯室ご覧いただきました。話が脱線しますが、ウォーズまでの道中長時間の移動で汗もかきましたし疲れも出てますので、まずはお風呂でしっかり汗を流してご飯を食べて、明日も元気に旅行できるように体調を整えたいと思います。ホテルの室内着に着替えまして、ほとんど寝落ちる準備が整いました。今日も長いような、短いような、あっという間の一日でした。尊敬の眼差しだったり、笑われたり、いろんな経験をまたしましたけれども、それらも含めて明日の糧になると思ってます。とにもかくにも明日に備えて休むことにします。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。おはようございます。紅葉満喫編2日目の朝を迎えました。外を見ましたらちょっと雲が多いんですけれども、また元気に旅をしていい絵をたくさん撮りたいなと思います。というわけでこちらのスカイホテルウォーズアネックスさんで一晩過ごして、また新しい旅をする準備が整いました。広いお部屋でくつろいでぐっすり熟睡することもできましたんで、またいい絵をたくさん撮るために頑張りたいと思います。こんなわけでして今回の旅行動画どうだったでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします。撮影の順番としては多少前後していますけれども、続く紅葉満喫編はこの富山県魚津市でアポなしのグルメ旅をしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。今日風が強いので、それでは今回もご視聴ありがとうございました。